ですね。JR 大阪駅、1874年の開業ですから、もうすぐ150年。一番奥から大阪環状線、JR 神戸線、JR 京都線、そして長距離列車の発着が見られる。一気にこの角度、まあ、大阪環状線が京橋通りから走り出しました。長距離列車の出入りなんかもありますので、冬になりますと、北陸方面、あるいは山陰方面から来る列車というのは、屋根の上の雪を積んでるんですね。この辺に来るようなめちゃくちゃの雪じゃなくて、本当に雪国の This is snow という雪を積んでくる。もう都会にして本場の雪を見られるというのは、もう長距離列車が出入りする大阪駅ならでは。かつては札幌から来る列車とか、青森から来る列車とか、新潟から来る列車とかありましたので、本当にこう、その土地土地の雪が見られたというのがね、大阪駅ですね。最近はそれでも見られなくなりましたけども、でもね、もう屋根の上、列車正面から見るのもいいんですけどね、屋根の上から見るのもね、いろんなクーラーの形があるんだな、それぞれのご家庭にいろんなクーラーがあるのと一緒ね、列車のクーラーというのもね、いろいろ種類があるなというのも、もう分かると思います。あんまりその辺興味ある方はいないと思いますけど、まあこの大阪駅、上から一日眺めてても飽きないという素晴らしい駅であります。